扱い説明書をちょっと作り直す段階に来たかなと思ってますね。ちょうど今出てきて見終わったら終わっててってなってた。ごめんごめん。申し訳ない。待ってね、キーボード壊れた。昨日大丈夫でしたか？昨日大丈夫だった。何が？ 何かあったっけ？昨日何が大丈夫だった？どうも。映像どう？みんな回復した？映像どうすか？はい、ワード2。映像どう？映像と音声。映像きれい。ぬるぬる。あ、よかった。キーボードを今ひっくり返した。大丈夫だよ。じゃあ今からね、マインドマップを作っていこうと思います。今キロワード2。回復した？あ、よかったよかった。全く問題ない？また不具合出たら教えてね。ありがとう。ちょっとね、いろいろね、人間不信になったり、いろんなことがあったんで、ちょっと、これは完全に、自分が原因だと思うんで、改めてね、自分の取扱説明書と、どう生きたいのかっていうのを考えていこうと思うんで、ちょっと久々に思考実験していきたいと思います。まず、マインドマップね。はい、みんなこんばんは。文字読めるよね。
みんなあざつ。N が押せねえな、なんだろこれ。反応がおかしいな。ああ。ちょっと待ってね、キーボードぶっ壊れた。ちょっと待ってて。そのね、自暴自棄なんで。自分のね、取扱説明書を改めて作っていきましょう。見つめ直しましょう。禅ですよ、禅。戻るっていうか、ちょっと自分を見つめ直すかなと思って。
知らない。俺はその人に聞いてほしいぐらいだ。何があったのか知らないっつってんじゃん。しつこいよ。OBS。もう人間不信だよ、本当に。ありがとう。マインドマップだね。押せるようになったよ。ありがとう。押せる。動画クリエイターの中に含まれてるかな、俺は。そこは
コーヒーうめえな。自分の作り直しですよ。自分の作り直し。久々にマインドマップ書くね。みんなマインドマップとか作ったりすんの？やってます？こういう活動は。マインドマップ作ったことある人いる？何年ぶりに作るんだろう。結構久々ですね。コラボについてどうすっかだよな。最近やらない？あ、仕事で作るのいい会社だね。大事だよね。仕事やるときにすごい使えるよね、マインドマップは。俺も会社経営やってる頃に研修で、研修っつうかその自己啓発セミナーで教わって、そっから実践しててずっと書いてたけど、最近は全然書かなくなったね。あ、いい会社だと思うよ。すごい大事なことだよ。一回その自分のやってることに迷ったら、その見える化っていうんだけど、こう自分の思考を見えるようにして、でどこに問題点があるのか書き出すっていう。大体こうバーって書いていくと見える時があるんですよ、たまに。あ、ここだなっていうさ。で、自分の頭の中が整理されてるかどうかやっぱ分かるよね。要はね、ブレる時とか自分に迷いが出る時ってこれがずれてるんだよね。ブレインストーミングをまとめるのによかった。ブレインストーミングか、俺がやってんの。マインドマップ、ブレインストーミングやったことないな。ブレインストーミングって何なの？やったことないっすね、ブレインストーミング。俺がやってるのはブレインストーミングなのかな。みんなで適当に、ああ、はい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 。あのね、ブレインストーミング、ああ思い出した。多分マキロ知ってると思うんだけどさ、そうなんだよね。否定するのを禁止で代替案、要は反論をするときは代替案を出してみるっていうやつでしょ。すごい生産性上がるよね。みんなね、その人のアイデアを否定することに慣れすぎてるんだよ、日本人って。日本人なのか世界ではどうなのか、なんか Google が採用してるそのなんだっけやり方見てみたんだけど、めちゃめちゃ建設的だったもん。
放送ができないコラボはお断りすると。コラボについてあと何があるかな。放送ができないコラボについてはお断りする。話が発散しちゃうからマインドマップでまとめないとまとまらない。ああもうひたすら書きまくるんだ。これ線が引けたらいいんだけどな。線引けないんだよな。見づらいよね。コラボについて考えた方がいいな。あと何があるかな。放送ができないコラボはお断りする。企画の内容を必ずいただく。企画の内容が自分に合わない場合はお断りする。あと何があるかな。マインドマップが書けるウェブサイトとかあるの。あ、マジで？すごいね。何でも今クラウドであるんだね。便利だね。便利だよな。あとなんだろう。もうね、もう完全に決めた。ファンとの関わりが今結構俺の中で頭にあって、もうね、オフ会とリア凸以外合わねえわ俺これからは。オフ会とリア凸以外、もうファンの人と会うのやめる。すごい時間がもったいない。無駄になるからもうこれは決定事項ですね。腹くくった。もう合わない。これをなーなーにしてたから間違えてたんだなっていうのが自分の中でもう今回全部のことに関する反省点だから。やっぱね、会うと良くないよ。ネットとの一定の距離感を保つのが一番いい。もう会わない誰とも。会うとしたらもうオフ会とリア凸のみ、この2つだけ。だって会ってよかったこと一回もないもん。本当に本当に漏れなく一回もないもんね。だからここもう、それはさ、そのファンの人をディスとかじゃないんだよ。もう自分は会わないっていうことが、そのもう完璧に答え出たわけだから、根本的に立たないとダメなんだよね。会うとおかしくなるんだよ。会わない。ネットの中の距離感、そのネットの中で完結させる、もしくはオフ会とか。そのドレさんと会わない話してないよ。そんなこと一言も言ってないよ。
あとは何決めといた方がいいんだろうな。あとは最後にこれを全部見える化してルールをバチッと決めたらもうハマるよね。なんかみんなも協力してくれる？例えばさ、そのみんなが人間関係で迷ったらどうする？例えば俺みたいな状態とそのファンとの関わり合いでこうもう精神的に削れると、そしたらどういう手段を取る？みんなだったら。するのが最善策かな。俺はねやっぱりね思ったけどね、やっぱね1時間3万円払ってもらうのが一番綺麗だと思うんだよね。お互い有効なさ関係を築くためには、要はねお金取ってないからこういうことになると思うの本当に。だからねもうファンとあのプライベートで会うときはもう仕事だと思ってやるしかないよね。お金もらわないと割に合わないもん。だから今度からそうする、俺は。こんばんは、テスマさん。マネージャーを通してもらう。お金もらうべきだよね。それも書いておこうか。うん、お金もらわないとやっぱりそのね、矢沢って何、矢沢はよく分かんないけど、マネージャーを通すっていうかね、匠さんがそこやっぱり得意な部分じゃないから、うん、そこはねマネージャーを通すっていうのはっていうかね、マネージャーが多分頭おかしくなると思う。もう変なのがいっぱいあるから対応するのが大変だから、一件一件だから、そこをねうまくやってくれるスタッフさんとかができてきたら問題解決するんだけど、今現時点ではスタッフさんいないから、やっぱり自己解決していかないとね。マネージャーを通してもらうのは本当正解なんだよね。もうねちょっと規模がでかくなってきたから対応ができなくなってきてんだよ俺が。お金はやっぱ1時間3万もらうべきだよね。書いておくか。仕事としてあったら割り切れるからね、普通にメリットあるからね。そうしないと割に合わないもんな。そう、割り切れるから割り切れなくなってくるんだよ。その時間を割いてさ、そのわざわざ時間を割いて結局ねクレームとかもらっても何なのって、だからクレームになるだけだからさね。お金いただいてたらさ別に何にもないじゃん。時間3万ぐらいだったら俺は納得できるかな。そうしよう。プライベートで会いたいってやつにお金もらうのは正しいだよね。
時間割いてさ、それでクレームとかさ、こんな人だと思いませんでしたとか言われてもさ、正直ね、参っちゃうもんね。友達じゃないもん。そう。1日30万かな。そうするわ。やっぱそれが正しいよね、どう考えても。合ってるよね。ありがとう。俺もそう思うわ、本当に。仕事でやってるんだもんね。それが正しい判断だよね。多分ね、それ相手にとっても、いい判断なんだと思うんだよね、それは。賛成、みんな。絶対合ってるよね。30万かな。これくらいかな。合ってるよね、正しいよね。あと何だろう、コラボについて。もうこれ徹底するわ。俺がね、ここをなあなあにしてたからね、やっぱりおかしなことになってるんだよね。徹底する、もう。3万出してまで会うってのは考えるやつはあっても、考えるやつはあっても仕方ない。いや、結局さ、3万円出しますよって、それくらい余裕ですよっていう人はさ、多分それくらいの価値を俺に見出してくれてる状態で会うわけじゃん。わかる？要はね、価値を見出してないで暇つぶしの道具にされると、結局金払わないってなるわけだから。あ、配信者じゃないよ。例えば、その配信者の方はコラボの方に入れてんのね。ファンとの関わりじゃなくて。で、放送ができないコラボはお断りする。企画の内容は必ずいただく。で、企画内容が自分に合わない場合はお断りするっていうところで、まあ、問題は解決するかなとか思ってんの。コラボについては。例えば、TJ さんからお誘いいただいたんだけど、放送できなかったのよ。時給もちゃんと払うっていただけたんだけど、給料も。だからそれは、揉めてないじゃん。正しい判断だったなと思ってて。放送ができる部分だけ今お受けさせていただいてますって言って。先方も、あ、そうですかって言って。別に関係は崩れてないから、俺は良かったと思ってるの。正直さ、いくらお金もらってもさ、好きなことを仕事にするっていうコンセプトからするとさ、配信ができなかったら意味ないじゃん。でね、もし、そういった内容で、ちょっとできないんですよってなって、1日30万払いますよって言うんだったら、やる意味があると思ってんの、俺は。だからそこは、まあ、正しい判断だったかなと思ってて。多分ね、リスナーさんは、配信を趣味でやってるっていうか、暇つぶしでやってると思ってる人結構多いんだよね。多分ね、そこの考え方のギャップがこの問題を生み出してると思ってて、ちゃんとテキスト化してルール化してさ、例えば会いたいですって言われた時に、このテンプレメールを送れるようにしたいのよ。じゃあテンプレートメール作るかな。あと、なんか問題起こりそうなところあるかな。俺が問題抱えそうなところあったら指摘してもらいたいかな。なんか、ここ失敗しそうじゃん、ワドみたいな。過去の経験でって。でもね、俺思ったのが、捨て頃の件とかあるじゃん。捨て頃って別に配信できなかったじゃん。その件についての、そういう捨て頃とか出たいと思ってんだけど、それを明文化する場合ってどういう風にすればいいんだろうなとか、そこを今コラボについて悩んでる。どういうふうに明文化すればいいんだろうな。
プラス交通費飲食も明示しておくか。そう、イベント系は俺は出たいと思ってるから、そこをルール化していかないとね。そこどうしようかな。これをかっちりまとめてからだよな。どうすればいいと思う？マキル、どうすればいいかな。俺はその便所さんからさ、やっぱり捨て頃誘われたらさ、行きたいって思うのよ、もし誘われたら。ただこのルールを送られて、えって、俺は断られたのに便所さんの企画は出るのかよってなったら、やっぱりそこでトラブルが発生すると思うの。その前にルールを明確にしておけばさ、あ、ここに書いてあったわみたいな、うん、どうすればいいんだろうな。どうすればいいんだろう。あ、まあ約束についてだよね。約束についてで記載しようか。もうそれ、自分に原因があると考えて改善をしようと思ってるんじゃないの。いや、わかんない。一応メールしたんだけどわかんなかったね、うん、もう関わらないって。その場のノリがそがれるのは残念感あるかも。その場のノリはね、もうその場のノリがトラブルの原因になるからやめるかな。もうあんまり俺自身がそのなえることが多いからさ。 SPI さんこんばんは。うん、まあまあ、でも俺は傷ついたけどね。いや、明文化は今からする。今マインド、その問題点を探り出してる段階かな。思考をこう手繰らせて、今から書類を作るよ。テンプレートメールを作る。
何があったか少し察した？え、俺わかんないんだけど、教えてもらいたいんだけど。リスナーと会って妙に自己主張強いリスナーは呪縛でやれよと思う。最高のスタイル。問題点を探るのは今まで保護にして裏切ったことを洗い出せ。お前ブロックな。フォローしてないでアンチコメント書くのはブロックします。フォローしてるかな、チェックしよう。じゃんけんゆうさん、はい、フォローしてないブロックです。さよならブロックです。約束は原則としてしない。理由を書くか。これで OK と。だからコラボの依頼があった時は、あ、いや真ん中に書いてたんだけどね、結局ね仕事のことばっかりなんだよね俺の今の思考が。だから片方に寄せて書いちゃってる。さっき真ん中に書いてたよ。うん、約束は原則としてしないと。睡眠障害を抱えてるため寝坊を頻繁に起こし先方に迷惑をかけてしまうためと。何をそんなに怯えてるの。はい、ブロックです。佐野さん、さよなら。はい、フォローしてないですね。お疲れ様です。おめでとうございます。ブロックです。なんだろうね。でもさ、その俺が誰とコラボをするのかっていうのをさ、リスナーさんに言われても俺困るんだよ結構。だって荒野が映りたいっつったから別に映っていいよって。でそれでさ、気に入らないって言われてもさ、それってファンじゃなくない？と俺は思うけど、それは果たしてファンなのかっていう。それってさ、囲いじゃん。俺は自分で決めて自分でやるしかないから、うん、いいだよね。睡眠障害に対する処置をしないの。アイランタワーの診療所は結構いいよ。あ、マジで？睡眠障害についてはそのいろいろ薬とかもらってるんだけど、余計やっぱりなんだろう、あの時間とかずれちゃうから、睡眠薬とか飲むと結局ずれるんだよね。だからもうそこを理解していただいた上で、あのお付き合いしていこうと思ってるかな、高橋さん。だからもう僕は睡眠障害持ってますと、もう先に伝える。会いたいとか約束事をされた時に、料金これくらいかかりますよって、コラボはこういう条件で受けてますよって、で睡眠障害抱えてるので、寝坊しちゃうんですねって、で頻繁にその睡眠障害を起こして寝坊かけてしまうんですよって、だからスケジュールはその当日に連絡をいただいて、空きがあった場合と噛み合った場合、何時に会いましょうっていう対応策を取ろうと思って、その方が俺の心の負担が減るから、そういう、なんつうんだろう、そういう対処法、要は先に伝えておくっていうことで、
これ精神科医の人にも勧められてる手法なんだけど、もう最初に取扱説明書を作って、それを先に伝えておいてトラブル回避するっていうやり方だね。スケジュールは当日に連絡をいただき、これで大丈夫かな、トラブル避けられるかな。ああ、ピンの方がやりやすいっていうのと、浅井さんとかその介抱とか揉めないのよ。そう、それってさ、全部当日に連絡して当日に来てもらってるからなんだよね。病気で寝坊する人、病院でいくら対応してもらっても治らない人いるね。すごくもったいないんだよね。能力があっても認められないから。まあだから俺この職業を選んだことはでかいから。こんな感じかな。これで大丈夫かな。あれ、濃い味。サムネ変えたの？卵になってる。前のサムネ好きだったのに。じゃあこれを文章にしていこう。大体できてきたね。携帯が。あとなんかあるかな、問題が起きそうなところ。これで大丈夫か。ああ、そっか、コラボのイベントごとに関する出演に関してか。これだとさ、放送ができないコラボお断りするって言ってたじゃんってなるもんね。あ、スマホからなんだ。いらっしゃい。あ、そこをどう回避するかだよね。それとももうイベントごと出るのもやめた方がいいのかな。別にイベントごとに出なくても成功してる配信者っていっぱいいるじゃん。ただイベント好きなんだよな。どうしようかな。なんかいい明文化の方法あるかな。要はその放送コラボできないって言われたじゃないですかって断られた人に対して、その牽制球打っておかないとダメだなと思っといて、要は最初に、ああなるほど、この規約があるから、ああまあこの場合は出れるかっていう。どうすればいいんだろう。なんかいい書き方あるかな。分かった。これどう？これみんなどうかな？コラボを受け付ける時の規約じゃん、これって。自分から出たいと思ったり、コラボをする場合っていうのは、この条件には当てはまらないって書いておけばいいと思う。要は、こちら側から参加の意思がある場合は、この条件には入りませんっていう。要は、コラボをお受けする場合の規約じゃん、これって。要は、こちらからするコラボに関してはこの条件は適用しませんっていう。それでいいのかな。納得できる？それでどう思う？無理がある。
どう書けばいいんだろう。文字を書くの苦手なんだよな。どうすればいいんだろう。ねえねえ、もしかしてさ、あ、できるか。時間を守れないってイベントは動画にするしかなさそう。そうなんだよね。やっぱりお断りするのがいいのかな。トキさん、バーガー5個ありがとう。イベント自体に出ないっていう方向性って考えた方がいいのかな。バカありがとね。どうすればいいんだろう。一応今フットサルの企画はその固定でやることになってるけど、フットサルの企画はまあそれでいいとして、どうすんだろうな。だから今後もさ、フットサルとかの企画も当日行くか行かないか分かんないんで、当日連絡いただけますかっていう風にするようにするよ。ちょっと睡眠障害抱えてるんで申し訳ないですけどって言って、明日よろしくお願いします。ごめんなさい、スタードッキリさん、どなたでしょうか。はじめましてで、いきなり明日よろしくお願いいたしますと言われても、ごめんなさい、わからないです。すいませんが、スタードッキリさん、申し訳ない。何のことでしょうか。何のことでしょうか。何のことだか分かりません。申し訳ない。イベントごとに関してどうしようかな。矛盾が出てるね。この矛盾を解決しない限り、悩みはなくなりそうな気がする。いいアイディアないかな。どうもイベントごとをもうこの規約に沿ってやる方がいいと思う。腹くくってこれでいくか。和藤さん、病院に行って睡眠薬もらえないの。もらってるよ、睡眠薬いただいてる。ただあんまりその舌が乾くっていうのと、あんまりその合ってないんだよね、睡眠薬を飲む生活っていうのが。その何だろう、精神疾患系の薬がね、なんかろれつが回んなくなってくるのよ。だからもう薬に頼るのはやめたいと思ってるんだよね。なんとかその自己流で、そのありのままの自分で解決していく方向で今悩んでるかな。
ストレスを軽度に回避してください。いや、明日よろしくお願いしますの件について僕質問したんですけど、あのその件についてはスルーなんでしょうか。風船プレゼントありがとうございます。あのモヤモヤするんですけど、あのよろしくお願いします。風船ありがとうね、つるぬさん。やっぱりろれつが回んなくなるとその厳しいっていうか嫌なんだよね、自分としては。腹減ったな。明文化するか、文章。そろそろじゃあ文章作ります。あ、電話落ちてたの、みきちゃん、いらっしゃい。明文化します。愛解放、おかえり、お疲れ。最初から断れよ。うん、だから断るっていう規約を作ってんじゃないの。ちょっとよくわかんないんだけど、言ってることが。病名は何ですか？発達障害ですね。薬飲んでるよ。何系の薬ですか？睡眠薬とか、その、なんだろう。何系の薬？ちょっとよくわかんないですけど、薬ですね。これじゃあ人が離れていく気がする。人が離れていくっていうか、俺としてはその、今すごいストレスを抱えてるから、それを回避したいっていう部分はどうしてもあるんだよね。人が離れていくっていうよりも、そのなんつうんだろう、有効な関係を築けないんだったら、その面倒くさいっていう部分がすごくあって、あれ、なんだろう、ログインできない、なんだこれ、権限が必要だこれ。ちょっとよくわかんないな。なんだこれ。あれおかしいんだけど。さあ、ドッキリさん、ブロック入れますね。めんどくさいんで。
なんだこれ、ドライブ開けなくなっちゃった。え、なんだこれ、ドライブがない。ポジションプライベート、駒田もブロックだわ。さよなら。あ、フォローしてるのか。うん、じゃあ別に好きなこと書いていいよ。別にそれで付き合いたくないって言うんだったらさ、別に付き合わなきゃいいだけの話じゃない？え、なんだろうこれ。ネット調子また悪くなってきてる。なんだこれ、なんでできなくなってんだろう。権限が必要。アカウントを切り替える。え、なんでアカウントこれ入る。英語だからよくわかんねえな。約束を守れないんじゃなくて、こういう状態件でしたらお仕事をお受けできますよって打つのは俺悪いことじゃないと思うけど、悪いことなのかな。あー、ログインできた。いや、花火投げてるか投げてないか関係ないから。有効な誠意が感じられないやつとじゃなくて、そのトラブルにならないように一生懸命考えてるわけじゃん。それが誠意がどうこうじゃないのよ。自分としてそれができないわけだから、それを伝えておくのは必要だと思うよ。それがなんでその誠意が感じられないとか言われないといけないの。今文章化するわ。くるくるしてる。あ、ごめん、延長チケットなくなっちゃったんで、もしよかったら花火いただけると嬉しいです。はい、ヤナラッキー、ワタツ。
ん？なんだこれ。あれ？バグってる。今テンプレメールの文章を作るわ。一応ね、他の部分では作ったのはいくつかあるんだよ。例えばその DM とかお断りする文章とかもテンプレで打ってるのね。例えばちょっと待ってね。例えば俺に DM 送ったことある人だったらわかると思うんだけど、DM 送るとどういうテンプレが来るかっていうと、 DM ありがとうございます、和道です。いつも和道の放送を応援していただき感謝しております。Twitter の DM は普段使用しておりません。ファンレター、ご意見、お仕事の依頼はすべて LINE にてご連絡いただいております。お手数ですが、下記の URL から和道の LINE にご登録ください。 LINE に関するルール、コテハンをメッセージください。 LINE 名だとどのリスナーさんか判断しかねます。ふわちから来た〇〇ですと、コテハンを先にメッセージください。確認が取れた方のみフレンド申請を許可しております。配信中以外は通話ご遠慮ください。和道は数千人単位のフォロワーがおります。配信者にもプライベートがあります。家での、雑談配信中でしたら通話することがいつでも可能です。しかしプライベート中に通話は全てお断りしております。通話をしたい方は、家での雑談放送中にお願いいたします。こういうルールをちゃんと送ってるのね、 DM いただいたりしたら。メッセージは読みますが返信はいたしません。多くのファンレターをいただき大変感謝をしております。大変残念なのが、全てのメッセージに返信することはできません。全てのメッセージは必ず読ませていただいております。しかしお仕事のご依頼以外のメッセージには返信することはございません。全てのリスナーさんに平等にご対応するため、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。上記のルールを守れない方はブロックさせていただいております。なお LINE のフレンド数は5000名と限りがございます。ご興味ある方は早めにご連絡をお勧め、早めのご登録をお勧めします。では Twitter の DM が来た瞬間にもうパッてこれ送ってんのよ。で LINE 登録していただいたら、いつも和道の放送をご利用いただきありがとうございます。 LINE 登録に関してご案内させていただきます。ファンレター、ご意見、お仕事のご依頼はすべて LINE にてご連絡いただいております。でこういう感じだよ。だから送っておいたらクレームになってないのよ、これを始めてから。なんで私のメール返してくれないんですかとか一切来なくなったんだよ。そうそう、だから事前に伝えるってすごい大事なんだよね。別だ。だから先にそのルールをいつも和道の放送を応援していただき誠にありがとうございます。コラボやファンとの交流についてルールを書きに、コラボ放送、コラボ放送や、ファンとの交流についてルールを書きに記しております。ルールをご覧いただきご理解、タカさんはコツいただいた、確認しましょう。ルールを、ご理解上、
剣道部。剣道部お願いいたします。二ちゃんのひろゆきさんは無能なやつだから遅刻が許されないという過激派。あ、でもそうだと思うよ。できる人は遅刻なんて全然余裕で許されると俺は思ってる。そう。これは同意見かな。サラリーマンだったら、サラリーマンでも優秀なやつ別に遅刻していいと思ってるけど。謎さんいらっしゃい。
あ、パフェプレゼントありがとう。薬の名前、メスやけど薬の名前を教えてください。何だったっけな、覚えてないね。配信、外配信中のリア突について、外配信昨日やったよ。
あ、ガルードいらっしゃい。風船ありがとう。頑張ります。みきちゃんおやすみ。うん、ときさんもおやすみ。
るいかな、うん、まあリスナーさんも読むわけだけど、うん、リア凸についてとかあるわけだから、隣の人めちゃめちゃうるさいよめちゃめちゃうるさいよ、うん、有名だよあれ、でかい家の方でしょ。自由に生きるためのルールだよ。自分ルールね。あとどうなってたっけな。あと何書く。これで OK か。配信がいいよ。
自分ルールに足を取られて身動き取れなくなるパターンもあるから、緑みたく、いや全然大丈夫だよ。ご参加いただいておりますと。こんな感じかな。タイピング下手かな。まあ、こんな感じで、こんな感じで大丈夫かな。ちょっとみんな一緒に読んでもらえる。いきまーす。まあ和道さん、今度飯でもどうですか。ってメールが来たらこの放送をコピペすると、和道さん飯でもどうですかとか、和道くんに会いたいって言われたらこのコピペ送るよ。ちょっとみんな送られた側だと思ってどんな気持ちか教えてね。ピコン、和道さん今度飯食いましょうって言われたら、いつも和道の放送をご応援いただき誠にありがとうございます。誠ってこの字で合ってる。誠に、ありがとうございます。コラボ放送やファンとの交流について、ルールを下記に記してあります。おります。ルールをご理解の上ご検討をお願いいたします。ファンとの交流について、和道と直接会える機会はオフ会、イベント、配信、外配信中のリア凸をご用意させていただいております。オフ会について、不定期ではございますが、オフ会を開くことがあります。多くのファンの方と一緒に和道と直接交流することができます。食事や映画鑑賞などその時々に応じて様々なオフ会を提供しております。ぜひご利用ください。イベントについて、和道がイベントに出演した際にリア凸する機会がある場合がございます。出演するイベントに関しては和道のツイッターにて告知を行っております。イベント参加ご希望の方はツイッターのこまめなチェックをお願いいたします。外配信のリア凸について、和道が外配信を行っているときリア凸することができます。一定額をご支援いただいた方にステッカーもプレゼントしております。配信中のため顔などを映したくない方はマスクなどをつけるなど、マスクをつけるなど自己防衛をお願いしていいと思います。コラボ企画のご依頼について、配信者の方からコラボ、放送、イベント出演、その他のお仕事のご依頼に関するルールを下記に記しております。アポイントの取り方について、アポイントは当日のみにお返事をさせていただいております。和道は重度の睡眠障害を抱えております。事前に日時をお約束してしまうと、
約束された日時にお伺いできない可能性が多々あります。ご迷惑をおかけしないため、この点をご理解いただいた上にアポイントをお取りください。なお、当日に来るか来なくても分からなくてもいいという条件であれば、和道も参加しやすくなっております。コラボ配信について、和道とコラボ配信をご希望の方は企画概要を LINE にお伝えください。企画の内容をよく、検討させていただき、お返事をさせていただきます。なお、和道の、放送枠を開けないコラボや企画はお断りをさせていただいております。上記以外の配信外で時間を割く場合について、上記以外の配信外でお時間を割く場合について、上記にご案内させていただいた、内容以外、でのご要望につきましては、1時間3万円、1日30万円、さらに交通費、食事代などをご負担いただいております。移動に関しては時間に関しては移動時間も含めて精算していただきます。移動往復1時間、食事2時間、合計3時間かかった場合9万円交通費と。さらに、料金は、前払いでお願いしておりますと。料金は前払いでお願いしておりますと。これで OK かな。どう？変なところなかった？伝わるよね。文章大丈夫だよね。オリーマス、どこがオリーマスになってた。オリーマス、どこだろう。オリーマスか。オリーマスってどこになってた。いただいております。オリーマスってどこになってた。どこ。お願いいたします。オリーマス、オリーマス、お願いいたします。なってなくない？ここだ。はい、千里いらっしゃい。かっこよかったろ、俺。生の俺かっこよかったろ、千里。びっくりしただろ。かっこよかったでしょ。生和道どうだった？生和道はね、会うとね、めちゃめちゃかっこいいって言われるんだよね。生和道どうだった？じゃあまとめに入ろうか。睡眠障害で約束、あ、ごめん、延長チケットがない。誰か花火ください。延長ができない。誰か延長、社員で花火ください。延長チケットがない。お願いします。はい、どうも、ワドツです。今ですね、自分の取扱説明書を作っております。今日はですね、2017年8月の26日、0時45分です。よろしくお願いします。O をつけないってどこだろう。
どこだろう。さっき指摘があったんだけど分かんないな。ストアイシを行っているときリアドすることができます。一定額をご支援いただいた方にステッカーもプレゼントしております。おってどこだ。窓を閉めましょう。出ております。こんばんは。あは、風船ありがとう。お約束ここか。事前に日時を約束してしまうと、約束した日時に伺うことができない可能性が多々あります。ご迷惑をおかけしないため、この点をご理解いただいた上、アポイントをお取りください。ご迷惑をおかけ。これでいいのかな。コラボ配信について前払いした場合は約束時間に行くことっていいね。全然違う。アポイントの取り方についてここ読んで。アポイントは当日のみにお返事をさせていただいております。和道は重度の睡眠障害を抱えております。事前に、日時を約束してしまう。ここに書いてあるじゃん。だから当日に連絡して、ワド君飯食べたい。あ、いいですよ。交通費これで、1時間や3万円でこれかかります。じゃあ今振り込んでおいてください。振り込んだら行きます。そう、俺の取扱説明書。わかる？言ってる意味わかる？鉄馬さん。要は当日アポイント取る。今日の何時とか空いてる？あ、いいですよって。じゃあ10万円振り込んで、でおいてくださいって。振り込まれたら行きますっていうこと。 OK。 前払いして気分で行かなかったら詐欺になるよ。だって俺前払いして来られなかったら俺逆に詐欺られるじゃん。俺困るんだけど。どういうこと？振り込まれたら行くけど全然。どういうこと？気分でじゃなくて別に俺当日起きてて行かなかったことないよ。前払いされたら時間厳守で行かないと。起きてたらだって時間厳守できるじゃん。言ってる意味わかる？高いかな。世間の女子。あ、オッケー、わかった。なお時間は。前払いでお願いしております。なお集合時間に関しては、集合時間に関しては、お約束
はできかかねますと。うん、これでいいんじゃん。なお集合時間に関してはお約束はできかねます。ワドウがいる場所まで、来ていただいた方が、来ていただいた方が確実ですと。これでいいんじゃん。うん、そうだね、これで OK だよね。なお集合時間に関してはお約束はできかねますと。和道がいる場所まで来ていただいた方が確実ですと。うん、これで OK だね。ありがとう、鉄馬。トラブル回避だね。ありがとう。高いかな。落ち着く。ありがとう、ルピカ。検討よろしくお願いいたします。これできたね。みんなありがとう。助かったよ。和道。できたー、パチパチ。じゃあ皆さんもう一回読みます。だ、例えば和道さんご飯食べたいって言われたら、いつも和道の放送を応援していただき誠にありがとうございます。ここから行こうか。コラボ放送やファンとの交流についてか、ルールを下記に記しております。ルールをご理解の上ご検討をお願いいたします。ファンとの交流について、和道と直接会える機会はオフ会、イベント、外配信中のリア凸をご用意させていただいております。オフ会について、不定期ではございますがオフ会を開くことがあります。多くのファンの方と一緒に和道と直接交流することができます。食事や映画鑑賞などその時々に応じてオフ会を提供しております。ぜひご利用ください。イベントについて、和道がイベントに出演した際にリア凸する機会がある場合がございます。出演するイベントに関しては、和道のツイッターにて告知を行っております。イベント参加ご希望の方はツイッターのこまめなチェックをお願いします。外配信のリア凸について、和道が外配信を行っているときリア凸することができます。一定額をご支援いただいた方にステッカーもプレゼントしております。配信中のため、顔などを映したくない方はマスクをつけるなど自己防衛をお願いしております。コラボや企画のご依頼について、配信者の方から、コラボ放送、イベント出演、その他のお仕事にご依頼するルールを下記に記しております。アポイントの取り方について、アポイントは当日のみにお返事をさせていただいております。和道は重度の睡眠障害を抱えております。事前に、日時を約束してしまうと約束した日時に伺うことができない可能性が多々あります。ご迷惑をおかけしないためこの点をご理解いただいた上アポイントをお取りください。なお当日に来るか来なくても分からなくてもいいという条件であれば和道も参加しやすくなっております。コラボ放送について、和道とのコラボ放送をご希望の方は、企画概要を LINE にてお伝えください。企画の内容をよく検討させていただきお返事をさせていただきます。なお、和道の放送枠を開けないコラボや企画はお断りをさせていただいております。お断りをさせていただいております。上記以外の配信外で時間を割く場合について、上記にご案内させていただいた、内容以外でのご要望につきましては1時間3万円、1日30万円、さらに交通費、食事代などをご負担いただいております。時間に関しては移動時間も含めて精算していただきます。利用金は前払いでお願いします。なお集合時間に関してはお約束できかねます。和道がいる場所まで来ていただいた方が確実です。例、移動往復1時間、食事2時間、合計3時間、9万円プラス交通費プラス食事代、以上がルールとなっております。ご理解ご検討のほどよろしくお願いいたします。ワード、どうでしょう皆さん、完璧じゃない。ありがとう、ありがとう、できたよ。マインドマップ全部消していきます。うん、これでトラブルは全部回避できるね。 OK、 ありがとう。悩みが取れたよ。悩みが取れました。ありがとう。よかった。すっきりしたわ。超すっきりした。ありがとうみんな。いや、嬉しいよ。これで揉めることはないね、もうファンと。いいね。これからファンと良好な関係を築けていけるね。
よかったよかった。いやー嬉しいな。よかったよ。やっとできた。睡眠障害大丈夫だよ。睡眠障害で迷惑がかかった時にトラブルが起こるからこの回避策を取ったって感じかな。睡眠障害自体は別にただ寝すぎるだけだからそこにトラブルはないからさ。睡眠障害が原因でトラブルが起きることを回避するための文言なんで大丈夫です。これで人との関わり合いにルールができたんで全く問題ないですね。よかった。フォローありがとうございます。フォローありがとう。はい、こんばんは、こげさん。こんばんは、コンベイトーさん、いらっしゃい。楽しんでってください。あ、フォローありがとうございます。ていうかなんだろうね、フォロー外したりさ、あのつけたりする人何なんだろう、その辺が分かんないんだけど。あ、フォロー上の方にしたいってこと？どうなんだろうね。まあ俺の放送で目立つんだったら花火投げてね、あのランキング上に行った方が目立てるのに。でもフォロワーね、ありがたいことに3500人超えたかんね。ありがたいよね。
YouTube のシステムは何人集まったら投げ銭できるシステム、1000人だからあともう100何人だね。例えばですけど、さっきの内容なら結婚式の司会とかおばあちゃんの7回にお経を読んでもらうようなこととかもありですか？もちろんありですね。はい、結婚式の司会とか全然やりますよ。もちろんありですよ。もちろんありです。お経を読むのももちろん、まあお経は読まないから、なんかこうイエーイみたいなね、天国で頑張れよみたいな、こう俺なりのお経を唱えるけど、最高の人生だったぜみたいな、こんなロックな親戚最高だよなみたいな、なんか熱いメッセージを俺は唱えるよ。俺なりのお経を唱える。なんかその南無法蓮華経とかそういうのはやんない。俺らしくやる。うん、いやだって無理でしょ、俺がお経を唱えてもクレーム来るでしょ。逆にクレーム来るから、そこはやっぱ和道らしく、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやろうぜっつって、あ死んじゃったねっつって、ごめんごめんっつって、あの世でもよろしくっつって、何枚だ何枚だチーンっつって、またポタポタ、なんだろうね最近の不具合は、全然理解できないよ。公式ってもうだいぶ行ってねえな。あ、残り9分です。もしよかったら花火ください。残り9分です。よろしくお願いします。延長したいんで、もしよかったら延長チケット。今花火打ってもらえると無料なんでよろしくお願いします。ねえ、デンプシーさんいいよね。もしよかったら、花火ください。お願いします。延長チケットがないんで。次枠になっちゃいます。
溜まってる？いや、ドス攻撃なんてないでしょそんなドスとか分かるやついないでしょ。ラグもすごい。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。